はですね、これから注目しておくべき DX の銘柄についてちょっとお話ししていきたいと思います。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日はですね、これから注目しておくべき DX の銘柄についてちょっとお話ししていきたいと思います。今日のこの動画では DX 企業にはいろいろグラデーションがあるというお話をまず復習して、さらにはですね、大企業、大手の DX 企業と中堅の DX 企業、さらには中小型の上場したばかりの銘柄、いろいろこう DX においても時価総額の大きい小さいで随分と今株式市場の値動きが違うなっていうふうに私の中で今感じているんですよね。なので DX 分野は株式市場の中で大きなテーマであります。しかしいろんな立ち位置の企業があるので、実は DX 企業の中でポートフォリオを組んでいくということがまた一つの戦略になると思うんですよね。ですので今日は株式市場で大注目である DX 分野の中でどんな風に銘柄のポートフォリオを組むといいのか、これについてお伝えしていきたいと思います。まず復習ですね。日本の DX をどのように理解しているかといいますと、まずは行政に対して DX をサポートしていく企業、一方で民間に対して DX をサポートしていく企業、この大きな二軸がありますねということを今までたくさんお話ししてきました。で、特に行政の DX に関してはもう NTT データ、NEC、富士通、この3社が独占なので、この大手を買っておけばいいんじゃないかっていうお話を散々してきました。一方で民間の DX に関してはですね、いろんなプレイヤーがいていろいろ活躍している企業があるので見ていきましょうということで、ここまでお伝えしてきたんですけれども、実は行政の DX 大手3社でいいじゃないかっていうふうにここまで1年間ずっと企業分析してお伝えしてきていたんですけれども、もちろん大手のシステムインテグレーターの方々ですね、非常に株価は堅調ですし高く評価されていると思いますが、私自身がいろんな企業様に取材をする中で、実はあの大手の案件は僕たちが下請けとしてやっているんだよっていう企業さんの声を生で聞くようになったんですね。ただしそれを世の中にこう IR としては出せないというご意見も多々聞きます。これがもしかしたら DX 業界の一つのある意味真実本音なのかなと思っているんですね。ただしこれを大々的に、例えば大手企業の下請けをここがやっていて、ここに売り上げがこんな風についているっていうことを公開を今できないような企業さんも結構多いんですけれども、これを大手さんにも迷惑をかけずにこの情報を何かこう良い形でオープンにする、投資家に届けていくことができた時に、実はそれはもちろん大企業のも評価されますけれども、それを受けている下請けの企業も株式市場でもっと評価されてもいいのかなって最近思うようになったので、実は行政の DX 今までもう3社でいいでしょってお話をしてきたんですけれども、もう少し深掘りしなければならない。しかもそれはちょっとセンシティブ、なかなか簡単に私が勝手に発表していいわけではないようなことが DX 業界にはあるなというのは、実は取材を通してこの1年非常に感じています。で、そのあたりをちゃんとした形で公にしていくっていうのは来年の私のちょっと課題かなと思っているんですね。多重下請け構造とまではいきませんけれども、やっぱりそういう風な多重に下請けを受け負っている企業様とかにも光を当てていくということはですね、実は株式市場にとっても必要だし、企業さんにとっても必要だし、それが巡り巡って日本経済も必要なんじゃないかなって思っているんですよね。なのでちょっと DX、 私こんな風に図解を今までしてきて、単純に行政の DX、 民間の DX と本当に図解していましたが、もう一段ちょっと自分の中で一段潜り込んでいろいろ考えないといけないっていうところの気づきが年後半にかけてありました。なのでよりこう細分化して分析して皆様に来年以降ちょっとお届けしたいですし、センシティブな情報を一部扱うかとは思いますので、慎重に情報配信をしていきたいなと思っています。
っていて、これは私の DX の分野に対する企業分析、業界分析の来年の抱負を今日ちょっとお話ししちゃいました。できっとね、もしかしたらあの DX というかそのシステムインテグレーターの分野に所属されている方もね、この YouTube もしかしたらご覧になっている方はいらっしゃるかもしれませんので、その方々はきっとね、リアルな現実というかリアルなその構造をよくご理解されているのかなとは思います。で、ちょっとごめんなさい、来年の一部の抱負が泣き回ってお話ししてしまったんですけれども、DX 今のところ簡単に単純に図解するとこういう図解で、行政の DX と民間の DX があって、まあ、行政はそういう大手でいいでしょうと、民間に関してはこんな風にプレイヤーがいて、特に儲かる分野っていうものはシステムインテグレーターであり、人材を扱っている企業であり、そしてコンサルティングの企業が注目ですよねってことをたくさんたくさん何度も皆様にこの図解でお伝えしていきました。しかしですね、しかしさらにもっと世の中を俯瞰してみたときに、実はダイヤモンド社の雑誌、ダイヤモンドの雑誌のちょっと一部を拝借させていただいて、こんな図解がダイヤモンドさんの雑誌で出ていたのでご紹介させてください。こちらですね、 IT ベンダーのマッピングになるんですよね。でこちら見ていただきますと、システムインテグレーション SIR の方々が一番下にあって、保守運用という方々が左にありますよね。でコンサルティングが一番上にあって、一番右にデジタルクラウド新規分野 DX 支援と言われているような分野があると、こんな4次元でマッピングを作っている図がありました。でこれを見た時にちょっとなんていうかな、私たちがいつもね、その日本企業でお話ししている分野って とてもとてもちょっと範囲が小さいんですよね。あのコンサルティングと SIR のところの縦のラインが結構強くて、左に行けば保守運用の人たちがいるというような形なんですが、で本当にデジタルトランスフォーメーション DXと IT を使って業務を変革化していく、組織を変革化していくという分野っていうのはアクセンチャーがほとんど占めてるよっていう図なんですよね。まあまあそうなんでしょうね。なので私実は直近に雑誌で取材を受けた時に実はこのお話もして、あのアメリカ株ちょっともしかしたら DX 分野をいろいろポートフォリオを組む時にアクセンチャーを入れなければならないんじゃないかっていうお話をいたしました。なので実は日本の中だけの DX を見ていればこういう風な企業さんがメインプレイヤーであるんですよね。でグッと世界を見るときに結構日本の企業のこうマッピングがこうキュッと収まっていて、アクセンチャーであるとか BWC コンサルティングとか抜けているような企業さんっていうのが、まあ、ポートフォリオに欠けてくるのかなと思っているので、まずは DX 企業の中でポートフォリオを組みましょうっていう今日は回なので、少しアメリカ株っていうのもこの中に含まれてくるということですね。でさらに日本企業の中でいろいろ立ち位置を分解していきましょうというお話になります。ですので株式市場で大注目であるこの DX という業界であればですね、企業によって強み弱みプレイヤープレイをしている場所が違うので、実はその企業がどういう強みを持ってるのかっていうのをちゃんと理解した上で持つと、結構値動きが違う値動きをしているということなんですよね。じゃあ実際にちょっとまず大手純大手からご紹介していきたいと思います。ずっと私がお伝えしてきましたように、こちらの図にありますように、まあ、NTT データさん、そして富士通 NEC が行政の DX を担っていて、もう彼らを持っておけばいいんじゃないかというお話をしておきました。それはそれという形で、しかし皆さん結構マザーズでね、値動きのいい企業が好きなので、そちらについてもお話ししてきましたが、まずは大手の動きをちょっと確認しておきましょうかね。ここ2年間の値動きになります。でもちろんコロナでぐっと一旦ちょっと下がっているタイミングがありますけれども、その後ねずっとやっぱり DX というものの恩恵を受けて、コロナ以降株価は堅調に推移しているんですよね。で一番上のグリーンが富士通になります。そして赤色がですね NTT データですね。そして青色が TIS、 そして黄色がですね NEC ですね。そして紫色が伊藤忠テクノソリューションズ、こんな感じです。それぞれちょっと株価とか時価総額をこちらにまとめてみましたのでご紹介します。 NTT データは今現在株価2500円、そして時価総額が3兆5000億円です。で PR が33倍、 PBR が3倍、システム構築を手掛けている企業です。そして富士通ですね、こちらは今株価2万円台です。そして時価総額4兆円を超えてきていますし、 PR が19倍、 PBR が 2.7 倍。
NEC はですね、今株価5280円、そして時価総額が1兆円で PR が21倍、 PBR1 倍ということです。そして TIS ですね、こちらはですね、これらに次ぐ準大手というか、そういうふうな立ち位置になりますけれども、こちら株価3400円で時価総額が8000億円で PR が22倍、 PBR3 倍と、こんな感じで、どちらかといえばですね、コロナ以降この大手準大手の方々は、まあ、同じような、特に直近も同じような値動きをして上がってきているんですよね。なので時価総額の観点からいけばですね、ここから2倍3倍になるというような世界観ではもちろんないんですけれども、評価が高い分野かなと思っています。特に、ね、足元をこう指数があまり良くない、日経平均が上がりにくい中でですね、こういった銘柄というものは非常に評価される値動きがあったのかなという思っていたので、これを一部ポートフォリオに入れながら、他のこう値動きのいい企業をちょっと見ておきましょうということですね。再度比較のスライドを入れました。こちらマネックス証券で作れます。で、こちらもう一度行きたいんですけれども、はい、こちら、いろいろ LTS であるとか、ブレインパッド、アイドマホールディングス、カオナビとか、新規のこういう DX 企業を追加しました。で、大手の企業と値動きを比較してみたんですけれども、時価総額の小さい企業というものの値動きが非常に大きく出ていることが、この図でわかりますよね。で、特に見ていきましょうかね。まあ、NTT データは赤色です。で、TIS が青色のままなんですけれども、これに加えてブレインパッドを追加しました、紫色で。で、ブレインパッドを見てみると、こちらもほぼ純大手に近いような値動きになっていますよね。こちらは今株価6300円台ですけれども、時価総額はまだ400億円になります。ここはですね、データ活用を非常に得意としてコンサルティングを手掛けているような会社になりますね。データサイエンティストがたくさんいる企業で、ここから先の DX というもの、いろんな企業がDX としてツールを導入したりする中で、日本全体にこうデータが溜まってきていて、いよいよこれからデータを活用していく、溜まったデータをどういうふうに活用していくか、 AI を使って活用していくかってなった時に、やっぱりブレインパッドのような企業が非常に強いんじゃないかなと思っていて、値動き自体は今こう純大手に近いような値動きになりつつも、まだまだね、時価総額はちっちゃいんですよね。ですので、このあたりは私注目しています。そして LTS ですね、直近ね、もうすぐ対談いたします。で、皆様からのご質問もね、まだまだ引き続きお受けしておりますので、ぜひ LTS、 DX 企業の中ではまだ時価総額が小さいですので、注目を私自身しているんですよね。この企業はですね、コンサルティングを強みにして自社でシステム構築できる企業を買収し、今やシステム構築までできるような企業になったというところなので、はい、こういうふうな、まあ、大手さんに次ぐような動きをしている会社なんですよね。他にですね、アイドマホールディングス、今年上場してきたアイドマホールディングス、非常に値動きがいいです。こちらオレンジ色、黄色のチャートになりますけれども、すごく今直近伸びてますよね。で、私そうですね、この LTS ぐらいまではですね、やっぱりこう純大手に次ぐようなサービスを提供している企業が多いなと思っていたんですけれども、なんか今年の DX の会社とか見ていると、やっぱりそういうふうな切り口というよりは、アイドマさんであれば営業支援というふうにこう、ずっと絞って営業支援のところをサポートしていくようなシステムを提供する、それによって社内の DX を進めましょうというような、少しちょっと違うんですよね、これまでの DX 企業と。営業支援ギュッと絞ってっていうような、そういう感じなんですよね。そういった企業が非常に今年は IPO 企業が多かったという認識をしております。ですので、まあ、上場したばかり、そして今非常に株式市場で評価されているというところで、ちょっと値動きがね、非常に激しくなっていることはご理解できるかとは思います。また顔ナビを入れました。顔ナビはね、以前の動画でもご紹介いたしました黒字転換銘柄なんですね。こちらもですね、人材を適材適所に配置していきましょう、さらには働いている人のモチベーションを管理していきましょう、エンゲージメント分野と言われていますけれども、働く人のモチベーションがちゃんと保たれているのかということを可視化していきましょう、こういう DX なんですね。やっぱりちょっと違いますよね、このブレインパッドさん、 LTS さんまでのこの進行、もう東証一部に行かれましたけれども、こういった企業と、また今直近のね、こういうアイドマさんとカオナビさんって DX と言っても、ちょっと随分と毛色が違うなって私認識をしています。なのでポートフォリオのまとめに入りたいんですけれども、
アメリカまで含めればちょっとアクセンチャーを長期ホールドとして持っておかなければならないですよね。でプラスそこに対して大手準大手のまあシステムインテグレーターの方々ですね、あそこをまあポートフォリオに入れながら、そしてそれに次ぐようなそこを追いかけているというか、そこと連携しながら成長してきている LTS とかブレインパッドというような層があるんですよね。そこもポートフォリオに入れながら、そして随分と毛色が変わってきた DX といっても、そういう大手準大手を追うような形ではなくですね、少しピンポイントに絞った特化型 DX って言っていいんでしょうかね。そういった企業さんも一部入れておく。これによって結構です、値動きが違うんですよね。例えば直近であれば指数があまり良くない時をこの大手 DX 大手さんのところが買われていましたけれども、そうですね、まあでも循環するのでこういったところもなので、少しこう時価総額の小さめのところをプレインパッドであるとか LTS あたりがまた買われるような循環のタイミングもあればですね、業績によってですね、相澤さんとか川並さんなんかはまだまだこれからですので、業績によって、大きく左右されることになるかと思いますけれども、こういったところもポートフォリオに入れておくということですね。で特に相澤さんとか川並さんは非常にエッジが立っているのでいいんですけれども、こういうふうな、こうなんていうかピンポイントに絞ったそういったところで競合が結構たくさん出てきていて、 IP を分析していてもたくさん似たような企業が出てくるんですよね。いかにそこでエッジを立てて自分たちがこういう企業なんだっていうことをアピールし続けなければならないっていうことももちろんあるのかなと。なので今日は DX の中でもちゃんともう少し俯瞰してみましょうよというお話なんですね。簡単にまとめずに、まず世界を見て日本のマッピングを見た時にいかにちっちゃなところに集約しているのか、さらにはその日本の中でもこんなプレイヤーがたくさん出てきていて、そこのポートフォリオを組むだけでも結構リスクヘッジ、株価の値動きのリスクヘッジになると、全然違う動きをそれぞれしていますので、そういった意味合いで今日はですね、 DX 企業の中でポートフォリオを組むということをご紹介しました。でこれができるのは業界全体が非常に成長しているような企業しかちょっと NG ですね。ちっちゃなマーケットでそんなことをしても意味がないので、で強みを理解した上で、リスクを理解した上で結構持つ持たないを決めている方も多いかと思うんですね。それと同じように DX もかなり細分化されていて、強い弱いメリットデメリットをこういうふうに分けることができるようになってきたと私は感じています。なのでそういった意味合いでご紹介いたしました。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。これからも株式投資に役立つ情報を配信していきます。引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。